ノルウェーの森、ノルウェーの森、ノルウェーの森は、村上春樹の5作目の長編小説。2010年に、トラン・アンユン監督により、映画化された。1987年9月4日、講段社から鍵下ろし作品として、上下に分冊で刊行された。1991年4月15日に、講段社文庫として文庫化され、2004年9月9日に、 文庫改定版が出された。単行本には後書きが付されているが、文庫版には掲載されていない。第2章と第3章は短編小説、ホタル、中央公論1983年1月号掲載を下敷きにしている。また、短編小説、目倉やなぎと眠る女、文学会1983年12月号、掲載も本作にまとまっていく等の作品だが、 ホタルとは違って、本作との間に、ストーリー上の直接の関連はないという、多くの祭り、フェトのためにというエピグラフがある。村上は本書についてこう述べている。この話は、基本的にカジュアルティーズ、犠牲者たちについての話なのだ。それは僕の周りで死んでいった、あるいは失われていった少なから、ざる、カジュアルティーズについての話であり、あるいは、 僕自身の中で死んで失われていった少なから、ざる、カジュアルティーズについての話である。主人公が神戸市出身であること、大学に入学した年が村上と同じ1968年で、あること、東京の私立大学で演劇を専攻していること、主人公が入っていた量が、村上も入寮した、和形塾をモデルにしていくことなどから、自伝的小説と見られることもあるが、 本人はこれを否定している。1986年10月3日、村上は妻の陽子と共に日本を絶った。10月半ば、ギリシャのスペッツェス島に住み、CDB ブライアンの偉大なるデスリフの翻訳に取り組んだ。11月にミコノス島に移動し、翻訳を最後まで仕上げてから本作品の執筆に取り掛かった。大学のごとにボールペンで書き進めた。 聖書前のこのノートは、今でも、著者の手元に残っているという。12月28日、ミコノス島を出た。1987年1月から1ヶ月間、シチリア島のパレルモで書き続け、それからローマに移動。3月7日、早朝から17時間休みなしで、第一項を深夜に書き上げた。直後の日記に、すごく良いとだけ書き記した。 3月26日、第二校完成。4月初め、イタリアのボローニャ国際児童図書店に来た、講談社の社員に原稿を手渡した。ノルウェーの森というタイトルが付いたのは、ボローニャに行く二日前のことだった。本書は、雨の中の庭というタイトルで書き始められた。このタイトルは、ドビュッシーのピアノ曲集、版画の中の一曲、雨の庭、ジョドン・スースラ・プリューに由来する。 タイトルは原稿を版元に渡す二日前に変更された。題名に迷った村上が妻に作品を読ませて意見を求めると、ノルウェーの森でいいんじゃないという返答があったという。ビートルズの曲の台をそのまま本の台にするということで、本人は当初期が進まなかったというが、周りの台はもうノルウェーの森しかないという意見が大勢だったため今のタイトルとなった。また、 村上自身は著書の中で、ところでビートルズのノルウェーの森というタイトルが誤訳かどうかという論争が以前からあって、これについて書き出すとかなり長くなりますとだけ述べいる。単行本の発行部数は2008年時点で上巻が238万部、下巻が211万部の計449万部、2009年8月5日、 時点で上下間合わせて454万4400部。単行本、文庫本などを含めた日本における発行部数は2008年時点で計878万部。2009年8月5日、時点の増刷で1000万3400部となり、国内累計発行部数は1000万部を突破した。村上人気が高い中国でも100万部以上が出版されている。上巻は、 片山京一の世界の中心で愛を叫ぶに抜かれるまで日本における小説単行本の発行部数歴代1位であった。本書がベストセラーになったことについて村上はこう述べている。小説が10万部売れている時には僕はとても多くの人に愛され、好まれ、支持されているように感じていた。でもノルウェーの森を百何万部も売ったことで僕は 自分がひどく孤独になったように感じた。そして自分がみんなに憎まれ嫌われているように感じた。村上自身が想定を手掛けた赤と緑のクリスマスカラーでまとめた鮮やかなデザインが日頃小説を読まない若い女性層の支持を呼び込み売り上げに貢献したとされる。最も売れた版には金色の帯が付けられたが この金色の帯は、村上の意図したものではなく、発売後しばらく経ってから、出版社の意向で変えられたものである。もともと初版の帯は上下巻ともそれぞれのカバーと、全く同じ色、赤と緑であり、金色の帯に変わった時村上は日本にはおらず、もし相談されていたら断っていただろうと書いている。大分文も注目された。村上自身が書いた100、100%の恋愛小説という、 キャッチコピーについて本人は、僕はその時本当は、これは100%のリアリズム小説です、と書きたかったのだけれど、つまり、羊や、世界の終わりとはラインが違いますということです。そんなことを書くわけにもいかないので、シャレッで、恋愛小説という、ちょっとレトロっぽい、死後引っ張り出してきたわけですと実感している。37歳の僕は、 ハンブルク空港に到着した飛行機の BGM でビートルズのノルウェーの森を聞き激しい混乱を覚えた。そして学生時代のことを回想した。ナオコと初めて会ったのは神戸にいた高校2年の時でナオコは僕の友人気づきの恋人だった。3人でよく遊んだが気づきは高校3年の5月に自殺してしまった。その後、 僕はある女の子と付き合ったが、彼女を置いて、東京の私立大学に入学し、右翼的な団体が運営する学生寮に入った。1968年5月、中央線の電車の中で、偶然、直子と1年ぶりの再会をした。ナ子は、武蔵野の女子大に通っており、国分寺のアパートで一人暮らしをしていた。二人は、休みの日に会うようになり、デートを重ねた。 10月、同じ寮の長沢と友達になった。長沢は、外務省入りを目指す二学年上の東大生だった。初見という恋人がいたが、女砂取りを繰り返していた。翌年の4月、直子の20歳の誕生日に彼女と寝た。その直後、直子は部屋を引き払い僕の前から姿を消した。7月になって、直子からの手紙が届いた。今は、京都にある。 精神病の療養所に入っているという。その月の末、同室の学生が僕に庭で捕まえたホタルをくれた。夏休みの間に大学に機動隊が入りバリケードが破壊された。僕は大学教育の無意味さを悟るが退屈さに耐える訓練機関として大学に通い続けた。ある日、小さなレストランで同じ大学の緑から声をかけられる。 演劇誌のノートを貸したことがきっかけで、それから緑と時々会うようになった。ナオ子から手紙が来て、僕は京都の山奥にある療養所まで彼女を訪ねた。そして同室の麗子に泊まっていくよう勧められる。麗子はギターでミシェルやノーホエアマン、ジュリアなどを弾いた。そしてナオ子のリクエストでノルウェーの森を弾いた。以上、上巻。 ある日曜日、緑に連れられて、大学病院に行った。そこには、彼女の父親が、脳腫瘍で入院していた。父親は数日後に亡くなった。長沢は、外務省の国家公務員試験に受かり、初見との就職祝いの夕食の席に僕は呼ばれる。僕の二十歳の誕生日の三日後、直子から、手編みのセーターが届いた。冬休みになり、再び療養所を訪れ、 なおこ、れいこと過ごした。年が明け、1970年、学年末の試験が終わると、僕は学生寮を出て、吉祥寺郊外の一軒家を借りた。四月初め、れいこからなおこの病状が悪化したことを知らせる手紙が届いた。四月十日の科目登録の日、緑から元気がないのねと言われる。緑は僕に、人生はビスケットの缶だと思えばいいのよと言った。 6月半ば、緑が2ヶ月ぶりに僕に話しかけてきた。緑は恋人と別れたという。僕にできることは玲子に全てを打ち明けた、正直な手紙を書くことだった。8月26日にナ子は自殺し、葬儀の後で僕は行くあてもない旅を続けた。1ヶ月経って東京に戻ると玲子から手紙が届いた。玲子は8年過ごした。 療養所を出ることにしたという、東京に着いた麗子を自宅に迎える。彼女は、なおこの遺品の服を着ていた。風呂屋から戻ると彼女はワインをすすり、タバコを吹かしながら、次から次へと知っている曲を弾いていった。そして50曲目に2回目の、ノルウェーの森を弾いた。翌日、旭川に向かう霊子を、上野駅まで送った。僕は緑に電話をかける。 世界中に君以外に求めるものは何もない、何もかもを君と二人で最初から始めたい、と言った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。